16種特殊輸送機は、大日本帝国海軍が試作した輸送用滑空機。単に特殊輸送機などとも呼ばれる。略符号は、マキシー5。海軍は1941年8月に、海軍航空技術省に対して、空艇作戦用の大型輸送滑空機の開発を命じた。設計は、山本春之技師を設計務者として行われ、機体の製造は、 日本飛行機が担当。1942年2月に試作機が完成した。試作機は霞ヶ浦や木更津で各種試験に従事し良好な性能を発揮したが、空挺部隊は落下産仕様が主となったため、本機が実戦投入されることはなかった。1945年7月までに9機が製造されている。 また、搭載量を若干増加させた回収型のマキシ 5A も3機が製造された。機体は金属製骨組みに後半もしくはハフバリで、車輪は練習機では引っ込め式、実戦機では投下式となっている。兵員11名以上が登場可能。栄光機は96式陸上攻撃機か1式、陸上攻撃機が用いられ、栄光機1機で本機2機を栄光する。 また、栄光機との電話連絡も可能だった。なお、操縦席は並列複座だが1名で操縦可能である。ありがとうございます。